から内閣委員会を開会いたします委員の移動につきましてご報告いたします昨日までに安江信夫君武田良介君地味花子さん宮崎正夫君及び高木香里さんが委員を辞任されその補欠として石川博孝君市田忠義君大井江聡君東徹君及び清水正人君が選任をされました 政府参考人の出席要求にに関すする件についいてお諮りをいたします内,閣内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官、梶尾正弘君ほか8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご意議ございませんか。 ご異議ないと認め、採用決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。内閣の重要政策および警察等に関する調査のため、本日の委員会に独立行政法人、地域医療機能推進機構理事長、尾身茂君を参考人として出席を求めることにご,異議ございませんかご異議ないと認め、採用決定いたします。 内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。<上>徳重